まずは、右手を貸していただけますか？肌は柔らかめでしっとりされてますね。体温は普通より少し低めかな。肌がしっとりしている方は、香りが甘く変化するんです。そして体温が低いと、香りの広がりは控えめになります。あとはご本人が持っている本来の匂いも重要で、失礼じゃなければ少し髪を上げていただけますか？首筋の方も確認させてください。緊張なさらなくても大丈夫ですよ。一瞬だけですから。ありがとうございます。お客様、本日別の香水はつけてらっしゃいますか？そうですか。すごい。こんなの初めてだ。そんな無防備な顔されたら、君のことが好きな男性はみんな我慢できなくなる。ダメだ。我慢できない。本当にいい香りだよね。甘くて優しい。僕が一番好きな香りなんだ。他にも、どんな香りがするのか知りたい。君の体中、調べ尽くしていい？待たないよ。僕はさっき逃げるチャンスをあげたはずでしょ。なのに、無防備な姿を晒し続けたのはそっちだ。なら僕に何されても、文句は言えないよね。大丈夫だよ。痛いことは何もしない。僕はただ、君のことを知りたいだけなんだ。この体の中に、どんな秘密が隠されているのか、今すぐ暴きたい。よし、今日はこれで終わり。はあ、今日も頑張った。うん、やりきった。めちゃめちゃ頑張った。久々に君の香りがする。幸せ。ここんとこ忙しくて、あんまり会えなかったもんね。うん。寂しかったし会いたかったよ。電話はしてたけどさ、やっぱり生の君が一番いいね。この香り、やっぱり最高。そんなの決められないよ。どっちも好き。香りも君自身も愛してる。これじゃダメ？うん？なんでちょっと拗ねた顔してるの？君自身で言ってほしかった？ 素直で可愛いね。そういうところも大好きだよ。